画面の前の皆様こんにちは、村人Qでございます。本日はデッドバイデイライトナースの方を使ってプレイしていきたいと思います。ランクリセットがね入りました。アサイラムはまあマシかな、マシかな。農場に行かないってだけでとりあえず一安心ですが、今回ナースなんですがシャドウボウを外しております。珍しく久しぶりにシャドウボウをね外しております。弱体化入る前はね、弱体化というか、ブリンクのクールタイムが入る前は、まあ、外してやってたりもしたんだけど、今はダメだね。全く無理になってきたんで、まあ、ちょっとね、うまく立ち回れるかどうか微妙なんですが、まあ、やっていきたいなと。で、今回何をしていくかっていうと、この呪術報復ですね、右側のパーク、呪術報復をうまいこと使っていきたい。過ぎた。まずいね、脳死で切り返してくるタイプか。じゃあもう一人のクエンティンの方、オッケー。あっと、まずい、このミスは痛い。オッケー、ナイスでしょう。とりあえずまず一つね。で、さっき一個前の試合は、デボアホープがめっちゃ早いタイミングで壊れちゃって、オッケー、魂の平穏か。焦っちゃダメだね。塔で追わないと。ずっとブリンクばっかりしてるとちょっときついかな。あ、ダメだ。このケイト追いましょうか。やらかした。よいしょ。まあメグでもいっか。でしょ。デボワちゃんが壊れたか。オッケー。よいしょ。破滅と報復が生き残ってんだね。
わけのわからん位置になるやつが何かしらの呪術系と。やらかした、無駄に撃ってしまったわい。ケイトがいる。地下に幽閉したいんで、ここ地下に連れましょうか。いやー、アサイラもありがたいね。索敵が楽だからさ、このマップ。さすがナースのあれだよね、ナースの本丸というか。ただ固まってはいないね。まあだから向こうがどれぐらい回ってるかなんだけど。ミンちゃんいたな。ミンちゃん落としに行くか。オッケー、ナイス報復。オッケー、まあ、とりあえずケイトがリーチかな。ケイトとがリーチで、ミンちゃんがこれで終わり。よいしょ、よいしょ。回復したね。その場かな。いや、本当はデボワさんにね残ってほしかったんだけど。まあなかなかそううまくはねいかないですよね。クインティンスマチャク？あーっと、今のは痛い。今の空振りは痛いぞ。しょ、よいしょ。もう能力を失ってしまったからな。フックまで、よいしょ。とりあえず真ん中止めようか。回復が早い。いってんじゃない。来てないか。ん？向こうにいた？行ってる行ってる行ってる。落ち着いて見れてたね。よいしょ。ハイゼル放置でもいいんだけど、とりあえず釣っとこう。よいしょ。アサイラもありがて。クエンティン逃げてない、もしかして。よいしょ。
止めてるよね。戻りましょうか。うん、救助。救助をしたのは？いや、さすがに。見失わんやろ。あ、ダメだ。回復された。ちょっと小屋が危ういな。外だね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。ん？よいしょ。となると小屋とかほとんど回してないかな。回してないね。真ん中だね。なんだい。これ多分ケイトがね、さっきの足跡。回復。落としたいな。途中からノーパークノーワードオンだけど、やってないしね。いたか今。この後ろに見えた気がしたんだが、これは落とそう。すまんクエンティ。お、マジかい。鍵拾われてたかな。いやーでも久しぶりになんかシャドーボンなしのナスやって楽しかったな。うん、まあいいや、逃げられても。今日はねなんか楽しかったんでよしとしましょう。まあ、ちょっとね、もうちょっとやっぱブリンクがねうまくいけばよかったんですが、前回のハントレス同様あんまね、その練習詰めてないので。まあしょうがないかなって感じですね。飛んだ瞬間に見失いそうな気がする。まあ全員釣れたし、まあ多分宝箱からの鍵なんでまあいいかな。
もしあれならメグも逃げていいかな。うん。まあちょっとね、デボアが生きなかったのはちょっと残念だけど。まあ報復をまあフルに活かせるパック構成ってこんな感じなんじゃないかなって思いますね。まあ本来なら第3の封印とかがね、よかったんだろうけど。ダメだ、どこに行ったか分かりやしね。というわけで、まあまあ前回のまま切断プラスなんかこう3人処刑とか、あとクラウンの時のね一人逃げみたいな感じの時よりかは、なんかまあまあ気分は良かったかな、うんと思います。いやー楽しいね、やっぱりコーン畑以外だとナス楽しい。コーン畑はマジでやめて。うん。スプバ、スマチャク、メグが出派だよね。あ、コソドロ持ってたのか。じゃあ仕方ないね。うん。まあ、ケイトを仕留められなかったのがね、痛かったかなと思います。足跡ついてた時ね。あれがなければ全滅いけてたかもしれないね。うん。まあ、練習だし、もう途中からパークなかったし、まあまあ、うまく立ち回れたんじゃないでしょうか。まあ、発電されなければ OK なんですよ。最後までね。はい、というわけで今回は、ナースで、オールトーテム構成でね、遊んでいきました。やっぱシャドボ欲しいかな。うん、シャドーボーイ結構世界が変わるんでね。まあ、安定は絶対しないんで、あまりその日常使いするパーク構成ではないと思いますが、まあ、こういう構成もね、たまにはいいんじゃないでしょうか。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。